はい、こんにちは。ヒデロニミュージックスクール校長ヒデノリです。ノリス。ピッキングの際ってピックを持っている手の人差し指を意識して弾いた方がいいのでしょうか。今まで親指意識でピッキングハーモニクスのようにやっていたのですが、人差し指を意識したらまた感覚が変わりました。どちらがいいのでしょうか。これいい質問ですね。例えばこう親指をこういう風にやるこういう風にやるピッキングね、藤岡美京さんとかがやるような。藤岡美京さんはこうやってやってるって言ってました。そして僕はこうやってやってます。まあ僕の方が下手なんで、まあ一概に言えないですけど、ここ繋がってるんで、こうやってピック持ってたら。人差し指を意識して動かそうが、親指を意識して動かそうが、実は動きって全く一緒なんですよ。俺は今親指を動かしてるぜ。俺は今人差し指を動かしてるぜ。ってこれ一緒なんですよ、実は。このどっちかを意識すればいいっていうこと、そもそもが実は間違ってて。どこを意識すればいいかっていうと、音が鳴るところを意識するんですよ。ここみんな結構分かってないんですよ。じゃあどこ意識するんですか。ピックの先だけ意識するの。自分のものじゃないけど、ピックの先がどういう風に当たるのかっていう意識しないと、こんな動きの方、自分の感覚の方を意識してたら、ピックの当たるっていうのが、じゃあ極端に言おう、どっちでも何をしててもいいので、ここが動いてればいいんだな、ピック当たんなくても。こういう話なんですよ、極端に言うとね。僕極論ばっかりすごい言うんで。だからどこをどうやって動かそうかなんて、実はこれもね、根本が全部できてる人ね、動きが全部できる人は何も考えずにピックの先がどうやって弦に当たるかっていうのを考えると、勝手に体がすごい一番自分に適した動き方をして綺麗なピッキングができるっていう流れになるんですね。この人多分人差し指親指ってやってるんで、このピッキングしてるんだろうな、多分な。ということは手首が動きにくい、回転もしにくい、いろいろ難しいフレーズっていっぱいあるんだろうなっていう、だいぶ偏ってんだろうなとは思いますね。考え方としてはそのどっちを意識するとかっていう風なのが一応存在しないですね。当然僕も昔そういう研究したことあるけどね。全てがうまく動くようになれば、意識するのは実際に音が出るところです。これ運指も一緒ですね。どこが当たるの、なんでここを当てようとしてんのにこの辺とか意識すんの。当たるのここじゃん、ここが弦に当たるんじゃん、意識すんのここだけなんですよ。っていうのは本当に根本ができてる人しか分かんないことなんですよ。なので根本治療みんなしましょうね。治療じゃない、やめよう根本治療、根本マスターをしましょう。お前医者じゃないのに、なんか治療。というお話でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。